もう秘密はもう僕がこの業界入ろうと思ってすぐに見た作品です。おいおいおい結構見てる結構本当に難しいよ、そっちの演技は、はい、二階堂は、まあ、これ何やろ、今後やっぱり日本の映画館を支えていくようなますよ、ね、女優やからね、これ一言一言、マジマジ人が本当にこだわりを持ってやる方なので役者としてこうなりたいなとか、そんなん喋ったことあるの二階堂みたいな。いや、直接はそれをお伝えしたことはないんですけど、本当になんかこういう役者になりたいなとか、こういう向き合い方をしたいなっていうなんか明確なものが見えて、そこから今自分との戦いを楽しんでるっていう。お母さん何遍も何遍も見てるんだなんかすごい言ってくれてました。さんだなと本当につくづく思いますね。やっぱり二階堂さんすごい引っ張ってもらってるので、なんか芝居に対する考え方というか、なんかちょっと変わった気がします。スタジオでの撮影の時に控室もあるんですけど、メイクルームがあって、もうそこが完全にゴードン君の部屋になってて、あのスタジオからそこにこう帰ったりとか、待ち時間とか結構長い待ち時間でもずっとそこにいて、でゴードン君の席はもうゴードン君のものでこう固められてて、なんかすごくこう安心する空間を作ってるのかなと思って、すごく可愛いなっていう風に